今日はだいぶ冷え込みましたが、桜がもう桜しい。南品おやじです。本日のテーマは、メタバース次第3632超グロース銘柄ということで、私のですね、動画に一番コメントをくれる えっとですね、方が、えー、初めてリクエストしてくれましたのでその期待に応えたいと思い本日3632のグリーをご紹介いたしますまずグリーですけどもゲーム事業で有名な会社であります最近ではメタバース事業こちらに非常に注目が集まっておりますが最近では投資インキュベーションそれから広告事業なども手がけている会社であります ですね、インキュベーションという言葉がです、ね、私、ちょっと初耳だったので、ちょっとググってみました。そうすると、インキュベーションとはということで、付化するという英語で呼ぶそうです。これに、ならぞらえ、起業家の育成や新しいビジネスを支援する施設をインキュベーションと呼びますということで、まあ、投資インキュベーションということになっております。 グリーの企業概要です。ゲーム開発、運営会社であります。主な柱は3つであります。ゲーム、それからです、ね、メタバース事業にも最近では参入しておりますし、エンターテインメント事業、こちらの方もです、ね、非常に盛んに行っております。 ですね、こちら、社長さんなんですけども、当社はゲーム事業、メタバース事業、広告メディア事業の3本の事業を柱として、積極的に投資を行っておりますということなので、あくまで投資ということばをです、ね、グリーでは使っているようです。 でですね、連結業績は15期に比べ、減収減益となったものの、そこがい利益基盤を維持しておりますということなんですけれども、最近、株価の方を低迷しているようです。グリーの主な数値、先週の終値、ね、996円、実家総額が1722億円ということで、もうかなり巨大な企業になってきました。 PBR が2倍、ROE が15.6%、ROA、e、が12.3%と、やはりですね、ゲーム会社らしく利益率は高いです。自己資本比率78.7%ということで、しかしながら、ですね、まあ先ほど言った、先ほどご紹介した社長さんがですね、一番の筆頭株主というところもですね、抑えておきたいところであります。で配当の方ですね。 未定と、今期未定で、配当成功19.5%という昨年の実績です。あとですね、売上高、これ見ますと、ですねやっぱり徐々に下がってきているのがですね気になるところであります。 続きの業績推移、利益とです、ね、売上高、2012年ですね、こちらがピークでありまして、現状ですね、低迷しているということで、平均成長率もすべてマイナスになっておりますが、3年のとですね、平均成長率の投機利益、こちらはなんとかです、ね、利益を確保しているということで、まだ赤字にはなってないというところが救いじゃないでしょうか。 グリーンの通期の業績、数値で見ていきますけども、やはり修正一株当たり利益、こちらを見ても、ね、非常に低迷したところがですい、ね、がめませんで。ゲームでヒットのですね、まあ、数もそこそこ出ているにもかかわらず、これだけ出て利益が上がっていないというのはちょっとですね、寂しい限りなんですけども、2021年、売上高567億円に対して利益がですね、 135億円出ている、これはですね、ちょっと復活の兆しはあるのかなという感じがしますが、なぜメタバース事業に投資しなければいけないというところで、この利益からどれだけ投資するのかというのも注目ポイントです。3ヶ月ごとの決算、見ましてますねやっぱりあまりパッとしませんが、21年度、平均的に見ると非常に良かったんですけども、やっぱり10月から12月、これはゲームのヒットのおかげであります。 キャッシュフローの方をです、ね、注目するところ2021年、売上高が,です、ねえー、にが少ないにもかかわらず利益を出したんですけども営業キャッシュフローは少ない。これはどういうことかというとやっぱり本業で儲けていないということになりますのでフリーキャッシュフローはです、ね、110億円ということで自由になるお金はあるんですけどもちょっとですねゲーム事業以外で儲けたというところですね。 現金が出てきたというところはですね、ちょっと抑えておかなければいけません。自己資本比率、えー、ちょっとですね、最近の業績不振により減ってきておりますし、自己資本、総資産、えー、若干ですけども少なくなってきております。ただし、有利主債倍率は低いです。グリーンの今後ということで、まずは目玉のメタバースですね。こちらの方を力 を入れていくし投資もしていくということなんですけども、まずはメタバースとは何ぞやということで、現実世界とは異なる3次元の仮想空間やそのサービスのことを指すということで、この架空の世界を作ると、ですねメタバースを利用するメリット、これはですね現実の世界では体験できないことを簡単に体験できる。 アバターを介してメタバース内でコミュニケーションを取れるということなので、これはです、ね、もう人と人が顔を合わさないと、言葉とかです、ね、そういうことだけでコミュニケーションを取るということになります。あとビジネスに活用できるということで、アバターを介してです、ね、会議をしたり、オンライン会議をしたり、イベントも行うことができるということになって ておりますえしかしながらまだですね、私も体験したことないので、何とも言えませんが、まあ、メタバースとは VR の技術を駆使して生み出された空間と言えますということで、えー、その中でですね、アバターを使って買い物をしたりとか、えそこで仮想通貨を使うとか、いろいろ発展する、えー メタバース、要注目ではあるんですけれども、まだちょっと私はしっくりこないというのが現状です。で、その中で非常に注目されているのが、メタバース内で使われるですね NFT、これもですね非常に言葉がですが、ね、盛んに使われております。NFT とは何ぞやということで、まずは非大体。 セクトークンですねトークンというのはです、ね、よく銀行のですねオンラインですね、こちらで使うんですけども、非がついておりますので、非ってつくということは、ですね交換が代替可能性がないというです、ね、ことになりますで。NFT はビットコインなどの暗号資産とは異なるということなので、暗号資産とはあくまで違いますよということで、こちらの図をちょっと大きくしてみました。 NFT がこちらになります。同じものとして交換できないものですね。でこちらがですね、まあ普通の現金や、 まあ仮想通貨になります同じものとして交換できるということで、じゃあなんで NFT が必要なのかということなんですけども、まあ、このような性質を持つですね、まあ、この場合だとコンサートチケットになるんですけども、同じものとして交換することはできないので、代替不可能な えー、つまり、ノン、なんとかなんとかというものが言うことができますということで、まあですね、私、ちょっとうまく説明できないので、皆さんぜひ調べてください。まあ、要はですね、お金みたいに簡単に交換できないよ、だけど必要だよということらしいんですけども、まあちょっと私も理解できてないのは、自分に残念です。 でですね、先ほど説明したメタバースと仮想通貨 NFT の関係性ということで、まあ、メタバース空間というのがここ大きな四角の中にありです、ねえー、仮想通貨がここにありましてで NFT を発行しユーザーとのです、ね、取引 に使われるとということで暗号資産や NFT を使えば現実世界と同様な取引が実現するんだわんと書いてあるんですけれどもこれを見る限りです、ね、暗号資産とは違う使い方をするということになっておりますのでまあですねまだやっぱり現実的ではないんですけどももうすでにですね使われていたりこの NFT に価格がついたりしております。 もう非常に高い高値で取引されております。もう多くするですね、NFT も出ているということですので、もうね、ちょっとですね、過熱感がすごいなという感じはいたします。そんな、個人的には、得体の知れないメタバースなんですけども、メタバース関連銘柄に期待が集まるということで、メタバース関連銘柄には現在、注目が集まっておりますということで、 まずは一番大きいところで言いますと、メタプラットフォームズですね。こちらは非常にあれですね、有名ですね。あの、Facebook が社名を変えるほど、 えですね。力を入れるということで、もう社名を変えてしまったということで、メータ、こっちフェイスブックですね。あと、エヌビディアですね。まあ、パソコンとかよくですね、詳しい方、は非常に有名ではないかと思われますが、あとですね、注目するべきところはですね、日本も NTT や KDDI ですね。こちらのキャリアの会社でもメタバースへのもう参入が進んでおり、 国内メタバース事業にも今後期待できそうですということなんですけども、まあちょっとですね、まあ金額的に売上的にですね、商品としてと考えるとですね、ちょっとイメージ湧かないということなんですけども、 カナダのある会社ではでね今後メタバース市場の規模は2028年ですので6年後にはです、ね、年平均成長率43%ほどで推移していくということなので非常にですね注目が集まっていることは、えー、間違いないということなんですけども、まあ、グリーではですね まあ、バーチャルライブ配信アプリをですねもうすでに運営しており、今後、同事業、メタバース事業として取り扱うと表明しておりますということなので、このですねアプリがですね年成長43%で成長していけばですね非常に楽しみなんではあるんです,楽しみであるんですが、す、ま、で、あ、に NTT、KDDI というですね強力なライバルもいますし、世界的に見ても、 このメタ、NVIDIA ですね。この後ですね、エピックゲームズですね。これは、あれですよね。ゲームの会社ですよね。私も何かのゲームでやったことあります、これ。えー、ですのでね、非常にですね、もう市場の規模が拡大、成長は見込まれるんですけども、まだ得体も知れないですし、ライバルも非常に強力であるということは分かっていただけるかなと思います。 グリーの今後の見通しというかです、ね、もうメタバースの今後の見通しなんですけどまずはですね、高い注目を集めていますが、まだまだ発展途上であり、次のような要因から今後さらに開発や普及が進むと見られていますということで、まだまだ発展途上であるということは間違いありません。で しかしながら今後に関わる前向きな要因として多種多様な企業がメタバース参入を始めているということで競争が激化している投資対象としても人気が出ているということで投資も集まってきているお金が集まってきているメタバース同士の相互接続が進む可能性が高いということでさらに研究開発も進むということなんですけれどもこれをすべてグリーンに当てはめますと 要はです、ね、最初のやつに当てはめますとグリーの強力なライバルが増えている、でですね、グリーにお金が集まってきてはいるんですけども、まあ、最近ではです、ねまあ、ちょっと株価が下落しているということは、まあ、投資対象として若干ですけども出遅れ始めているのかなという感じはしますしメタバース同士の相互接続が進む可能性が高いということでひょっとするとグリーンも どこかと提携もしくは吸収合併する可能性もゼロではないというふうに思います。で,ですね、やっぱり多種多様な企業の企業がメタバースへの参入を始めているということで、ここにも書いてある通り、近い将来数兆ドルということですので、日本円で100億円以上の巨大産業となる可能性が見られており、 さまざまな業種の企業が参入をすでに始めているということで、ここで書いてあるのはです、ね、グッチやナイキ、ファッション関連の大手ブランドが NFT のファッションアイテムを販売していますということなので、まあ、メタバース内でアバターをですね、グッチやナイキがまあ売,り売りたいというです、ね、目論みがあると。 さらにはですね、日本ではキャリー,キャリーパミュパミュですね。私も知ってはいるんですけども、読むのは初めてかもしれないです。ですね、こちらもですね、IT 企業と提携して、メタバース上に都市を作る、プロジェクトを進めているというふうになっているんですけども、やっぱりライバルは非常に強力なんですけども、これはですね、やっぱりかなり上位の方に行かないと、 メタバースで勝ち残ることはできないというふうに思われます。でですね、懸念点としては、ですねメタバースは法律が未整備なんですね。現在、メタバースは少しずつ認知を集めていますが、まだまだ課題が多く残っていますということで、法律の問題ですということで、まあ、日本国内もそうなんですけども、先ほどですね、まあ、アメリカのフェイスブックなども参入をですね、 もう参入というかです、ね、非常に開発、それからもうすでにですねアプリなどを作ってきてはいるんですけども法律がですね日本でも決まってない世界的にも決まってないというところなのでこれはですね非常にまだ先が長いという感じがしますでしかもメタバースが使われるという保証もありませんのでちょっと ちょっとです、ね、先がちょっと見えなさすぎるというのが、ですね、個人的な感想なんですけども、まあ、その道に詳しい方はもうちょっとですね、えー、見えているかもしれませんが、個人的にはまだちょっと先が見えてこないなという感じもしますしこれですね、まあ、カーボンニュートラルと一緒でですね、まあ、EU なんかが一言言えば、ですね、ちょっとですね、傾きが変わりそうな感じもいがめません。 そんなグリーですけども、えー、こちら、ですね株価チャート、2009年から2022年ということで、まあ、ゲームのですねアプリ等が非常に好調な時はですは、ね、2012年、2000円を超える、もう3000円近くまで来ましたが、そこからですね、えー、右肩下がりとまでは言いませんが、2013年からはもう。 これ900円、1000円以下で、えー、下値がですね、400円ぐらいで、まあ、ボックスとも言わないですね。もう2017年から株価低迷しとると言ってもいいでしょう。しかしながら、まあ、2021年にメタバースのですね、えー、え、進出、こちらをですね、発表してから、ちょっと株価、 跳ね上がりましたがそれでも1000円超えないというところを見るとですねまだ具体的なグリーンの戦略メタバースに対するですね 事業計画、こちらの方もですねまだまだホームページや中期経営計画の方にも載っておりませんので、まあ、監視はしたいですけども、まだちょっとですねメタバースでグリーを買うというのはですね非常に苦しいのではないか、あとですねゲーム事業もですね、まあ、ヒット作は出ているものの、まだ爆発的なヒットは出ていないと。 いうことですので、まあ、どちらにしてもですねもうちょっと様子見したいというのが個人的な感想ですで結論とまとめですメタバースはですね非常に魅力的な市場だが投資するにはまだまだ不安要素がいろいろ多すぎるように思う、まあ、仮想通貨自体もですねまだ不安定ですし nfl こちらもですね加熱感こそあるんですけどもまだまだこちらも非常に不安定 ブロックチェーンに関しては、ですねまだまだ、これはですねセキュリティ問題、非常にですねべてにおいてですけれども、まだまだですね先の長い話で、さらには世界的な法整備も必要ですし、これはですねどっかの国が決めちゃうというのもですねちょっと考えづらいんですけども、まあ、どっかがですね、 画期的なメタバースを作ってそこに乗っかるというですね、流れができてから法整備という感じの方はですね、えー、具体的な、まあ、法律ができてきそうな感じ。 でありますまあ、仮想通貨も全然、最初爆発的な値上がりもしましたが、メタバースも同じ道をたどるんではないかということで、仮想通貨自体もです、ね、まだ法整備がです、ね、まだまだ未熟だと思いますので、まあ、ちょっとです、ねえー、ちょっとまあ言葉は悪いですけど、ギャンブル的要素が非常に多いのかなという感じはします。 ですで、ね、に過熱感もあるし、ライバルも多いということで、ライバルが非常に強力ですね。日本でも NTT、KDDI、世界的に見ても、もう Facebook がですね、メタという名前に変えて、本格的に参入しているということで、まあですね、非常に魅力的なんですけども、 グリーですねグリー1本に絞るのはちょっと危うい、むしろまだメタに投資した方がいいんじゃないかなという感じはしますが、この円安でですねちょっと米国株、買いにくくなってはいるんですけども、まあちょっとですねグリー以外もですねメタバース関連、ちょっと調べてみたいなと、今回、非常に思いました。 そんなグリーをです、ね、私、フェルシーでとりあえず一株買ってみたいなと思っておりますさらにはですね最近ネオモマも口座開設しまだ使ってはおりませんがネオモマもですね非常に魅力的でありますし2021年度個人資産運用顧客満足度第1位だそうですですのでね私も口座開設をしたんですけども売買手数料がですね 定期の、えーですね、手数料ですので、そこだけ注意していただきたいなと思います。え本日は 一番コメントをくれる方から、えー、グリーのリクエストがありましたのでグリーをご紹介しました、まあ、グリーというかですねもうメタバースというですねもう巨大なですね市場こちらに打って出るということなんですけども非常にライバルが多いですしまだまだですね私も勉強しなきゃいけないですしまだです、ね、先も見えませんし法整備も進んでおりません、ね、ですのでね投資の方は非常に慎重に行われて なければいけませんがまあ、そう言っている間に株価というものは上がってしまうものです、えー、ですので、えー、いち早く情報をですね自分で調べて適切なところに投資をするということがですねやっぱり鍵になりそうです、えー、皆さんはどう思いますかぜひ皆さんのコメントお待ちしておりますあとチャンネル登録ですねぜひよろしくお願いいたします難品親父でした